それではこれからずんだもんくんのおずんぽへこへこ問題についてクラスのみんなで話し合いたいと思いますなのだまずずんだもんくんから被害に遭ったことのある人は手を挙げてくださいは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 い女子はほぼ全員ですねのだ春日部さんの場合はどのような被害を受けましたか何度も被害に遭っていますが 先週は体育の時間に突然後ろから抱きつかれて、お尻に固くなった股間をこすりつけられました。なのだ。わかりました。四国さんはどうですか私は直近だと使用済みの体操服を盗まれて、白い液体をかけられました。のだ。ズンダモンくんは体操服が好きみたいですね。ただ皆さん。 普通なら警察に突き出して叱るべき被害に遭いながらそうしていませんよね。何か理由がありますかズンダモン君は同じクラスの仲間です。それなのに、アーシたちはこれまでズンダモン君の性の問題に、正面から向き合わず、ほとんど放置してきました。なので、自分たちにも責任があると思っています。ただし、率直に言って、 先生や親の責任が一番大きいと思いますわ。ズンダモン君は自分の性的欲求や衝動をどのように処理すればいいのか、誰からも具体的に教えてもらっていないのではないでしょうか。はい。少なくとも私は教えていません。そんなこと教えなくてもわかるでしょうズンダモン君はわかりませんわ。 そうやってズンダモンくんを孤立させてきた大人たちの責任を問いたいと思いますわ。反省しています。ズンダモンくん、おズンポが大きくなると、どういう気持ちになるのかなぐわー、ぐわーってなって、何もわからなくなるのだ。へこへこすると少しの間、気持ちよくなるけど、その後、 みんなにすごく怒られるのだ。ごめんなさいなのだ。ズンダモンくんはニナオーって知っているかなニナオー自分で自分のおずんぽをシコシコすることだよ。わからないのだ。ごめんなさいなのだ。先生、ズンダモンくんにニナオーのやり方を教えるべきではないでしょうか。そこまでする必要がありますか先生は嫌です。 でも先生男子の性的衝動は無理やり抑えて抑えられるものではありません女子も同じです自分で処理できずパートナーもいなければ第三者の衝動的な加害行為はなくならないと思いますだったら春日部さんが性的パートナーになってあげたらどうですか絶対に嫌です気持ち悪いのだ少なくとも 被害が起きた時にその都度叱りつけるという今の方法が効果を上げていないことは明白ですわ。被害者も叱る人間もズンダモンくんもみんなが不幸になっているだけですわね。俺、ズンダモンの気持ちがわかるんです。俺も精通したばかりの頃どうしたらいいかわからなくてすごく辛い思いをしました。俺はネットから知識を得て 少しずつにナを覚えて、自分の心と体のことがコントロールできるようになりました。それを性的自立というのなら、ネットのおかげで自立していったんです。でも、ズンダモンはネットなんて使えませんし、本を使うにしても文字があまり読めません。なのだ。誰かが正しい知識を直接教えて、身体的に訓練するしかないのではないでしょうか。 自立というのは、放任して、すべて一人でやらせるという意味ではないと思うんです。みんなで支え合い、頼り合う社会の中で、成し得るものではないでしょうか。言いたいことはわかります。でもじゃあ誰がその指導役を担うのですか私は嫌ですよ。汚らしい。のだ大人たちがやらないのであれば、私がやってもいいですわ。 アーシも特定のパートナーになるのは無理だけど、チームで自立支援をするなら協力します。同じクラスの仲間ですから。女子ばっかりっていうのは良くないよ。ズンダモンが射生は女子と一緒にするものだと思い込んでしまうかもしれないよ。俺も手伝います。ズンダモンに皆を教えます。俺は本当に何の取り柄もなくて、グズでバカで、今までネットやいろんな人に、 支えてもらってなんとか生きてきました。今度は俺がこのゴミくずバカを少しでも支えてやりたいんです。なのだ。わかりました。私は直接指導にあたることはしませんが、うまくいくことを願う気持ちはあります。他の教員との調整など、私もできる範囲で協力します。ありがとうございます。なのだ。 こうして明日地クラスの有志数名は、ズンダモン君の担を手伝う活動を始めました。将来的にはトイレの個室に誘導する計画ですが、現状それだと間に合わないので、教室の一角に仕切りを立てて、おずんぽしこしコルームを設けました。おずんぽがムラムラしたら自己申告してもらい、人から見えないこの場所で、おずんぽをしこしこする練習をしてもらっています。 まだ一人でできませんので補助者が手を添えて一緒に皮を剥いたり先っぽをこすったりおずんぽを握って上下運動をしてあげていますはうつむぎ来るのだいいよ我慢しないでそのまま出してうまだキュッピュッピュうんい杯出たねほら見て気持ちよかった ごめんなさいなのだ。どうして謝るののだ。そっか。今まで気持ちよくなった後は、怒られてばかりだったんだもんね。なのだ。でもこれからはいいのよ。いっぱい気持ちよくなっても。なのだ。ちゃんと時と場所を守って、正しくすれば、にナオは全然悪いことじゃないの。のだ。 アーシも毎日してるよ。ニナーを、気持ちいいもんね。だからズンダモンくんもたくさん練習して、早く一人でできるようになろうね。のだ、頑張るのだ。えらいえらい、いい子ね。一緒に頑張ろうね。